荒垣渚、ぎさ、荒垣渚、ぎさ、荒垣渚、ぎさ、1980年5月9日代は、沖縄県那覇市出身の元プロ野球選手、当主。幼稚園時代は、キャプテン翼の影響でサッカーをしていたが、小学2年生から、兄の影響で野球を始めた。当初は、同世代より一回り長身である体格を見込まれて、保守を任されていたが、相次ぐ、足の怪我により、 当主へ転校。小学校時代の交通事故で右足に人工骨を埋める手術を受けて以降、右足を3回、左足を1回骨折した。特に、那覇市立回し中学校時代はほぼ3年間金属製のプレートを外せず、まともに走れなかった。そのため、中学3年で野球生活を親にも在籍した高南高校に進学し、 兄が主力選手だった同ボクシング部へ入部する段取りを進めていたが、自身の学年から金城新吉監督率いる同ボクシング部は沖縄小学高校に移管したためにボクサー転校を断念沖縄水産高校へ進学して野球を続けた。の第28回明治神宮野球大会決勝戦で横浜高校に敗れ準優勝。 沖縄水産の主力投手として、第70回選抜高等学校野球大会、第80回全国高等学校野球選手権、大会出場を果たし松坂大輔と共に注目を、シュータ。全国大会史上初の時速 151km を記録したが、どちらも初戦敗退。特に全国選手権は、大島博行、埼玉栄高校に逆転本塁打を浴びた。 直後の第3回トリプル a アジア野球選手権大会2本代表選出され優勝に貢献。同年のドラフト会議ではオリックスブルーウェーブと福岡大英ホークスが1位指名で競合。抽選の結果オリックスが交渉権を獲得したが荒垣はホークス以外なら進学と決めており、荒垣の実家を訪れたオリックス編成部長、スカウトの三和高津都を 門前払いするなど、カくなに入団拒否の姿勢を見せ、交渉は難航した。その後、三和が自殺したことなどから、大騒動となったが、荒垣は入団拒否の姿勢を貫いて、九州共立大学へ進学した。大英は、外れ一位で、前室の日本代表でもチームメイトの吉本良、九州学院校を獲得した。九州共立大学では一年の秋の、 第30回明治神宮野球大会で優勝するなど、大学9回を代表する右腕として活躍。2年と3年では、日米大学野球選手権大会2本、代表選出。福岡6大学リーグ戦、通算39試合登板、23勝5敗、防御率1.03。4年生秋のリーグ戦は5勝無敗で、最優秀選手とベストナインに選ばれた。 2002年度ドラフト会議にて、福岡大英ホークスから自由獲得枠指名を受けて入団。は新人ながら先発ローテーションに定着し、4試合連続で2桁立つ三振を記録するなど7月末までに8勝を挙げるが、8月にくるぶしを痛めて離脱。最終的に18試合で8勝7敗、防御率3.34の成績を残したが、規定投球回には到達しなかった。 離脱している間に、チームは3年ぶりのリーグ優勝を決め、阪神タイガースとの日本シリーズでは中継ぎ年復帰。第2戦は13点リードの9回に登板し、無失点に抑え勝利に貢献。第4戦の登板では8回から登板し、延長10回も傾投したが、金本智明にさよなら本塁打を打たれ、敗戦投手となった。結局日本シリーズは、 この2試合の登板で終わったがチームは4年ぶりの日本、一に輝いた。同年オフの契約公開では新人ながら、刑事金額を保留したことで話題となった。はチーム最多の11勝、9関東を記録し、チームのレギュラーシーズン1位通過に貢献。177奪三振で、最多奪三振を獲得した。プレーオフでは、第2ステージで2位の西武ライオンズと対戦。 1> 第1戦と第5戦に先発し、第1戦は7回1失点の高頭で勝利投手となった。第5戦は同級生の松坂との投げ合いとなり5回まで無失点に抑えた。1点リードして迎えた6回に石井義人に逆転2点的時二塁だ。野田康介に疑比を打たれ3失点してしまう。その後は立ち直り9回まで投げ抜いて、この3失点に抑えた。 荒垣の気迫に応える形でチームは9回裏に同点に追いつき、荒垣の負けは消えるも延長10回に勝ち越され、チームはそのままリーグ連覇を逃した。2はシーズン途中に肘や足首に痛みが生じ、思うような投球ができず6月に2軍に降格。しかし9月には月間 MVP を受賞する活躍を見せ、 防御率4点台と安定感は欠いたが2年連続となる2桁勝利、0勝を挙げた。の4月にも月間 MVP を受賞し、年をまたいでの2ヶ月連続受賞を果たした。シーズン通算では自己最多の13勝を挙げて3年連続の2桁勝利を達成するが、同年9月29日に中水炎からの急成長炎により入り、プレーオフ第2ステージでは、 ベンチ入りしたが、登板機会はなかった。は、直球とスライダーを活かすためにシュートを習得。オープン戦では高騰したものの、シーズンに入ると多くの冒頭を記録したため、スポーツ新聞や当時監督だった、大貞春から、冒頭をと呼ばだ。4月17日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦、フルキャストスタジアム宮城での1試合4冒頭で、 NPB 大記録とすると、5月11日の千葉ロッテマリーンズ戦、千葉マリンスタジアムでの2冒頭で、断新記録のシーズン13冒頭。6月6日の横浜ベースターズ戦、福岡ドームでは、パリーグ大記録のシーズン17冒頭パリーグ記録となる18冒頭記録。7月11日の楽天戦、北九州市民球場で、NPB 大記録のシーズン20冒頭。 7月17日の北海道日本ハムファイターズ戦、札幌ドームで2冒頭で、NPB 新記録の22冒頭とすると、故障離脱するまで25冒頭まで記録を伸ばした。最終的に7勝10敗の成績で終え、規定投球回にも到達しなかった。は、スラーブの習得と、力まない7割投法を目標に掲げ調整したが、冒頭の多さは相変わらずで、 4月から先発ローテーション入りするも結果を残せずに軍落ちした。最小格後の8月20日の西部戦では、プロ野球大記録の1イニング3冒頭、プロ野球新記録となる1試合5冒頭を記録する。8月28日のオリックス戦でシーズン初勝利を挙げた。しかし、序盤の不調や二軍調整が響き、当番数はわずか15試合で勝ち星も4勝に終わった。 この2年間は2軍降格の度に、コーチ藤田学に徹底指導を受けた。は、序盤に4試合に登板したが結果を残せずに軍落ち、した。その後1軍へ昇格することがないままシーズンを終えた。12月30日、杉内俊志也の妻の妹と入籍。は、チームが7年ぶりにリーグ優勝したが肩と腰の故障もあり、プロイリアと初の1軍出場なしに終わった。 二軍でも三勝五敗と振るわなかった。もう一軍公式戦には出場できなかったが11月に開催されたアジアシリーズでは久々に主力メンバーに混じって登板。統一セブンイレブンライオンズ戦で5回無失点と高騰し勝利投手となった。は、同学年の和田武氏と杉内 DJ ホールトンがチームを去り再び先発ローテーション入りし、4月1日の オリックス戦に約3年振りの一軍のマウンドで先発し、2008年10月6日以来1273日ぶりの勝利を1失点、無支給関東で飾った。しかし、序盤以降は不安定な投球が多くなり、途中で二軍落ちとなった。最終的に15試合に登板し、6勝を挙げたものの、冒頭はまたしてもリーグワースト数を記録してしまった。 契約公開では、700万円増の4200万円で公開した。は、わずか5試合の登板にとどまり、1勝1敗、防御率5.56、13奪三振と振るわなかった。は、開幕から1軍登板がなく、7月20日に、山中博文と共に、川島慶三、日高亮との交換トレードで東京をヤクルトスワローズへ移籍した。 この通達を知ったとき、荒垣は、なんで、俺が、と悔し涙を流し、FA を取得して絶対ホークスに戻ってやると語った。背番号は日高がつけていた45となった。8月9日の横浜 DNA ベイスターズ戦、横浜スタジアムで、昨年8月27日以来、移籍後初登板で先発も、初回に、先頭打者に、死球、 冒頭などもあり2点を取られるなど、4イニングを投げ後、アンダ3四死球5奪三振4失点の内容で、敗戦投手となった。続く8月16日の中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームでも3イニングを投げ、7アンダ4失点の内容で、敗戦投手となったが、この試合で、セリーグ対記録の1試合4冒頭を記録。一試合四冒頭以上をセパ両リ,リーグで記録したのと、 三度記録したのはそれぞれ史上初である。この年はわずか三試合の登板に止まり未勝利で終わった。オフには自らの希望で背番号を66に変更。4月9日に一軍登録され、中日戦、神宮球場で先発を務め、5イニングを投げ8安打、2失点で降板。直後の5回裏に味方が3点を入れ逆転しそのまま勝利したため、 ソフトバンク時代の2013年8月20日以来、約2年ぶり、かつスリーグ移籍後初勝利を挙げる。その後も先発で、たびたび好投を見せるも勝ち星に恵まれず、8月8日の中日戦では4回4失点で、シーズン10敗を喫すると、翌日9日に一軍登録を抹消された。この年は15試合で3勝10敗、防御率4.64と結果を残すことができず、 チームは14年ぶりにリーグ優勝をして CS も制して日本シリーズに進出し対戦相手は古巣のソフトバンクだったがポストシーズンでの出番はなかった5月10日の広島東洋カープ戦で通算戦奪三振同月17日の同カード松田4回裏一死三塁で NPB 史上3人目の通算100冒頭を記録 最終成績は6試合の当番で1勝2敗、防御率6.67と、またしても不本意な成績で終わった。10月1日に、球団から戦力外通告を受けたが、NPB た球団での現役続行を希望していたため、11月12日には12球団、合同トライアウト、甲子園に参加。シートバッティング形式で対戦した打者3人を、すべて凡退させた。 トライアウト後には、複数の独立リーグ球団から入団を打診されたが、本来の希望である NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らず、同月末に現役からの引退を決断した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。からは、古巣のソフトバンク球団に職員として復帰。野球振興部員として、野球教室の指導。 運営などに携わる。同年7月に福岡ソフトバンクホークスジュニアチームの監督に就任した。長身で投げ下ろすゆったりとしたスリークォーターから投げる平均球速約時速1 4 7キロメートル最速時速 156km、プロ入り後の最速は時速1 5 5キロメートルのストレートとスライダー、フォークを武器とし、 通算の脱三振率8.85と脱三振が多い。他にツーシームファストボール、カットボール、カーブも投げ分ける。特に縦のスライダーの切れは9回随一とされ、バニッシュボール、バニッシュイコール消えるとも称された。2010年5月15日のスポルトのプロ野球選手100人が選ぶスライダーナンバー1、投手では4位に選ばれ、 山崎武史は今まで対戦してきた中で最高のスライダーを投げる投手。彼、荒垣は強引にスライダーを曲げてくるので冒頭が多いが決められれば伊藤俊人や斉藤正樹よりすごいスライダーを投げる。潜在能力をすべて出し切れていないと語っている。ソフトバンク時代の2007年には一軍公式戦でのシーズン2算冒投数が n p b 新記録の25に達するなど、請求に苦しんだ。スポーツライターの永谷治は、その一員として、シュートを習得したことを挙げている。3年ぶりに一軍公式戦への登板を果たした2012年からは、平均球速を約時速 144km にまで抑えるなど、打たせて取る投球スタイルに改めた。荒垣自身も、テーマは脱力。 少ない球数で打たせて取る投球が自分の新しいスタイルですと語っていた。父方の祖父がアメリカ出身のため本人はクォーターである。あだ名、キャッチフレーズはナンクルなぎさ。ナンクルとは出身地である沖縄の方言で自然にという意味で慣用句であるナンクルなイにかけたもの。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。